三浦采配、ズバリ。DeNA、三浦大輔監督の采配が次々にハマった。1対0の7回ワンアウト1、3塁の後期では、経験豊富な筒香を代打に送った。レギュラーシーズンの代打では、21打席に、立ち打率0割6分3厘に終わっていた筒香だが、CS の第1番で、しっかりと結果を残した。その裏、2番手で投入した山崎は2三振を奪ったが、2アウト1、2塁となったところで迷わず3番手坂本にスイッチ。代打中山をサードライナーに抑え、ワンポイント起用に無失点で応えた。明日、菅野にも勝てる。安明出す時点でズバズバではない。安明はやはり出さなくてよい。なんで菅野ではないの？とこう、ピッチング軽いよね。名将みたいな勝ち方するな、初戦3位のチームやろが。仮に、日本シリーズ出たら采配、ズバズバじゃなくて采配ボロボロだろうな。安明は2アウトまでだとあれほど、よく変えたな。こんな切り替えがシーズンでできてたら。ベイスターズの短期決戦は、ハマると強いね。2017年だっけ、ラミレス監督を思い出した。一つ負け惜しみを言わせてもらうと、あくまでも、リーグ優勝したのは巨人なので、そこは、忘れないでいただきたい。明日も、明後日も、思いっきりやってほしいもんだ。頑張れベイ。ベイの素晴らしい試合を見れて、幸せを感じてます。マキもっと暴れてくれてもええんやで。ティナトラ。シーズンとは全く違う、もしかして、奇跡起こすかも。